沖縄県民として地上戦があった、そういうことをずっと学んできたから、そういうことを活かせる機会が今回だと思うので、本当に現地の方に寄り添って、でこの現地の方を笑顔にすることができたら、一番この自分が言った意味があるのかなっていうふうに思ってます。先月15日、ウクライナ避難民の支援のため那覇空港を出発した森根絹代さん。学生ボランティアとして2週間ウクライナの隣国ポーランドで支援を行います。荷物とか今回いっぱいあるんですか？でもできる限り少なくしています。現地で一応洗濯とかできる予定なので、荷物はできるだけ少なめに。初めての海外に少し緊張した表情を浮かべながらも、自分にしかできないことをしたいと強い決意で旅立ちました。日本時間の先月16日、全国から選ばれた15人の学生とともに無事ポーランドに到着した森根さん。避難民が一時的に滞在する施設の整備や物資の提供などを中心に活動を行っています。そう、実際にこの戦ってるっていう、そういうシーンを見たわけではないんですけど、やっぱこの避難する方々のこの焦りというか、そういう、なんだろう、焦り、そういうのがもう目に見えてわかるので、やっぱ私たちからしたらボランティアしに来てるから、サポートしてればいいんですけど、現地の方って自分の人生がかかってるっていうか、これからの生活がかかってるのがもう目に見えてわかるっていうのが、結構このボランティアする中で苦しかったっていうか。森根さんは琉球大学の国際地域創造学部に通う2年生。家庭の事情で1歳半からの17年間は児童養護施設で育ちました。私は1歳半の頃に入所し、今年で17年目になります。施設で生活をしているとデメリットを探しがちで、夢を諦めてしまう人も多くいると思います。ですが、デメリットがあるということは絶対にメリットがあるということだと思います。児童養護施設の卒園式でこう語っていた森根さん。環境を言い訳に挑戦することを諦めてほしくないと、同じ立場にいる子どもたちに伝えていました。全然恥ずかしいことじゃないし、別に悪いことでもないから、隠さなくてもいいと思うし、児童養護施設にいるからとか、家族と住んでないからっていうので諦めてほしくないっていうのがあって、で児童養護施設にいるのって本当最初の18年とかで、あと80年ぐらいあるじゃないですか。だからそんな長い間だったら絶対何でもできると思うし、もうそこは自分の頑張り次第なんですけど、だから それを言い訳にしてほしくないっていう。施設を出る18歳になった去年、一人暮らしを始め、教員になるという夢に向かって挑戦を続けています。もっと自分自身が視野を広げて、将来子どもたちと関われるようになりたいなっていうのがあったので、で今回このボランティアを見つけて、現地の人と関われるってのと、現地の人から聞けること、このなんだろう、遠くから情報を得るだけじゃなくて、実際に現地で行ってこの情報を得ることができるって思ったので。森根さんが支援を行う中で意識したのは、対等な立場で接すること。それは自身の経験が関係していました。この自分が施設にいた時に、外部の方がなんか、例えばこのご飯を支援してくれたりとか、なんか美味しい食事を支援してくれたり、なんか物を支援してくれたりとかするんですけど、そんなかわいそうとか思ってやってるわけではないとは思うんですけど、めちゃめちゃたまになんかこの かわいそうっていうか、なんか、まあ、かわいそうですね。かわいそうな目を見られるっていうか、そういうことを言われたりとかするんですけど、例えば違うけど対等だなって思って、だからそういう関係
で、この上とか下とか上下なく、そういう対等な関係でサポートできたらいいなっていうふうには思ってます。自分だからこそできることがある。森根さんはこれからも挑戦を続けます。戦争って本当に当たり前というか日常を壊すっていうか、なんて言うんだろう、もう本当になんかやっちゃいけないことなんですけど、でもやっぱり起きてしまうことっていうか、で今自分が何できるとか、沖縄県民の方が今すぐになんかこの戦争をなくすために直接的に何かできるっていうのはそういうのは言えないんですけど、でもやっぱ沖縄県民としてこの地上戦があったことっていう、そういうことを伝えていく、今自分たちの世代がそういうことを考えてで行動に移すっていうのがとっても大切だなっていうふうに思いました。はい、森根さんは現地での活動を2週間、終えまして、昨日夜羽田空港に到着し、今日沖縄に戻ってきたということです。この経験を生かしてこれから教師になるという夢に向かって頑張ってほしいですね。いい大きな糧になったと思います。